本日は映画界における女性をテーマにしてお話をね、これからいろいろとさせていただきたいと思いますけれども、是枝監督と松岡さんは2018年の万引き家族で一緒にお仕事をされて、ネットフリックシリーズの舞妓さんちのまかないさん、これは2023年の1月ですね、はい、配信開始になるということで、またご一緒にお仕事をされていると思います。で、気心を知れたお二人ならではのお話をね今日は楽しみにしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。是枝監督は万引き家族で、2018年にカンヌ映画祭パルムドールという最高賞を受賞されて、その後は、真実という映画をフランスで撮影され、そしてベイビーブローカー、今年の、ね、6月に日本でも公開されましたけれども、カンヌ映画祭でソン・ガンホが、男優賞を受賞されました。その作品も、韓国で撮影されております。つまりここ2作品は、海外のスタッフ、キャスト、そして、海外のシステムで、作品をお作りになってきたわけですけれども、そのね、あの体験などもインタビューなどでいろいろお話しされていると思うんですが、今日はですね、その女性の働き方、女性の活躍の仕方、そして女性の働く環境についてどんな体験をなさったか、そのあたりから最初お話伺えればと思います。フランス、韓国でいかがでしたでしょうか。女性に限らず、やっぱり働き方改革が、非常に進んでいる2つの国なので、フランスはもともとやっぱり8時間労働というのが 原則なので、はい、あの晩ご飯前には必ず終わりますし、基本的には、はい、あの夜撮影があれば翌日は昼からですし、ああそうですか、きちんとそこは管理されてます、土日は基本的にはもし土曜日撮影をしますというと、そのスタッフに 200% のギャラを払わなければいけないので 200、日曜日300%、それはお渡ししてるお金から200、そう、なので基本やらないんですよ、はい、要するにやらないという前提でその設定がされている形なので、土日は基本的には確実に休み、はい、韓国は52時間という週の上限が決まっているので、はい、それを超えては絶対に働かないから、まずその男性女性問わずなんですけども、そこでこう現場で働く人たちの生活、あの環境は整えられてるのね、はい、まずそれが一番大きな違い、はい、だそこがあのやっぱ2つ経験して、日本で自分の撮影の現場というものをどういうふうに、改善していくかっていうことの、一番のもうこう課題でした、この1年は、男性女性ギャラは一緒なんですか。これ性別での格差はないと思いますよ、基本的には、割合的に言うと、さっきちょっとあのフランスでプロデューサーついてくれた人と話したんだけど、はい、女性の割合は 42% だったって現場、ほぼ半分、ただいわゆるトップに立つ人たちはまだ男の人が多 いチーフクラス、技師さんたち、その辺はだから、あの経験して分かると思うけど、僕の現場でも多分4割ぐらいは女性だと思うんですよね、そうでしたね。で、美術とか、メイクとか衣装とかは女性がトップに立ってる場合も、ありますから、はい、割合で言うとそんなに変わらないかなとは思うんだけれども、ただやっぱり例えば今回戻ってきて、夏撮影をしてたんですけども、できれば一旦自分の現場を経験して、結婚出産育児を経験して現場を離れていたスクリプターの方に、はいはい、なんとかその子育てしながら現場を復帰をしてもらいたいなと思って、そういう働きかけをちょっとしてたんだけど、結果的に地方ロケになっちゃって、なるほど、そうするとやはりなかなか子育てとの両立は難しいっていう、はい、状況があったりして、その辺をどういうふうに、それはスタッフだけじゃなくて役者さん、はい、あの子育て中の女優さんが子育てと並行して撮影の現場をきちんとこなせるような体制というものをどう整えていくかっていうのが、今回もちょっとあの、実験的ではあるんだけれども、ほぼさんの資格を持ってるスタッフがいて、主演の女優さんが子供を連れて現場に来た時に面倒を見てもらって、撮休の日は2人で過ごすとかね、そういう形を、あのプロデューサーが試みてくれたので、取り組んでみてどういう形にが可能なのかというのをちょっと今探ってるところです、ちなみにそのフランスや韓国で4割ぐらいの女性スタッフさんがいらっしゃったってことですけど、その方たちも家庭があったり、お子さんもそうだし、例えばご両親が高齢とか、そういう場合ってその何かこう助けてくれる機関があったりしましたか。特別にその映画の現場だから
かける女性のシステムがあるわけではないんだ、だけれども、社会全体がやっぱりそういうことに完全に適応できているので、国のシステムでそれが叶う。そうだね。あとはやっぱり晩ご飯前に終わるので撮影が。あ、そうか、そもそもそうか。撮影の、チーフの、まあ、撮影女子の方は、はい、確か3人お子さんがいたと思うんだけども、まあ、撮影が終わってからあの預けている、まあ、保育園。間に合いますもんね、うん、5時ぐらいに終われば。そう、それで、まあ、あの行って、で晩ご飯うちで食べて、うんうん、で翌朝、まあ、始まりが10時ぐらいだったので、日本ではだいたい8時開始9時開始ですけど、6時集合でね。そうです、うん、でやっぱメイク部さんはそれより前に女優さんとか俳優さん5時出発とかじゃないですか、うん、スタートを例えばあの朝のシーンを撮影するとか人手がないうちに撮影しなきゃいけない時はそうだけど、うん、そもそもの労働時間が長すぎますよね。そうですね、はい、そこをなんとかしないとね。例えば2週間で1本映画を撮りますとか、うん、10日で撮りますっていうのもない話じゃないじゃないですか、うん、ない話じゃないね。でもそれが実際それを経験した身としてちょっとも難しいんですけど、悪いことばかりでもなかったりすることが私は経験にあって、うんうんうん、絶対みんなが寝れた方がいいし家族と過ごす時間があった方がいい、絶対その方がいいんだけど、その期間超集中して全員で走り抜けたって、うん、あって、その一体感がね、ええ、でもこれはやっぱりなくなっていくべきものだと思いますか？そのある種寝食を共にしてというかさ、ね、寝る時間を削って一体感で、祭りを取り行った感じですか？文化祭のノリで、うん、やってしまったことによってすごくこう仕事を一緒にした以上のつながりを持つことがあるじゃない、うん、ありますね。でそれは財産にはなっていくんだけども、はい、あのそのことで何かが犠牲になっているっていう状況が多分、ね、あの改善されていくべき部分だとは思う、うんうん、ただそのじゃあ韓国できちんと休みを取って休めて、いるけれども、はい、じゃあ一体感がなかったかと言われればそんなことはないから、そこは決してその寝ないでやったから生まれてるものではないはずで、その辺は多分まだ僕らの世代が引きずってるところなんじゃない？多分そういうものからいいものが、一体感とかいいものが生まれるというある種の精神論みたいなものがまだ残ってる世代なのかなと思ってる。そうか、うん、じゃあやっぱり私が10日とか20日で撮った作品も、うん、もっと寝る時間があって家族と過ごす時間があったらもしかしたらもっとみんなで豊かに撮れたかもしれない。そうだね、難しいね、難しいよね。でもね、難しいけどでも多分そこはねもう変えないとね。そうですね、多分職業としてきちんとあの僕らはもうさ、はい、その次の世代がちゃんと働く場所として、はい、あのその業界に自分のご家族を、はい、お子さんたちが入りたいって言ったら、いや、やめないよそんな、はい、って言われないような環境を整えないといけない、はい、あの責任のある年齢になってしまったので、うん、年齢を問わず私にも背負わせてください。やっぱほらそれはやっぱさ何十、まあ、まあキャリアは長いけどもまだやっぱ僕の方が長いからそれはやっぱそろそろそこをこう整備する側に回らないといけないなと思って。でもそれで言うと私たちの若い世代がそういうことを言うと、生意気だとか硬いとか、うん、そんなことはとか言われるじゃないですか。だから言われますわよ。だからねしょってておかしくない。だってもう27ですから。それ12歳の子が言い出したらごめんねそんな風に考えさせてって思うけど、いい大人である私たち同世代のね若い人たちがそういう発言をしてもびっくりされない世界になってほしいと思う。だからそれを背負いたい。変わってきたんじゃないの？でもまだです。まだまだな感じがする、うん、あ、ゆっくり変わってると感じますが、やっぱりびっくりされるし、言わない方がやっぱりベターだと思われる。
あの松岡さん、はい、あの今ね27歳という話ですけれども、はい、子役からお仕事されてもう10年以上のキャリアがありますよね、はい、で先ほどもねすごくなすぐ生意気だとか言われてしまうという現状はまだあるんだという話でしたけれども、この10年やってこられて、はい、その女優としてのその女性としてですね差別を受けたりとか、はいはい、若い女性としての生きづらさみたいなのを感じた部分はありますか、はい、日本で女優さんって清楚か清潔感があるか、まあ、はたまた色っぽいとかそういうこうなんていうのかな憧れ的な言葉になる女優さんって私はそんなイメージがあってだから自分で名乗るときは俳優って言いたいんですそれは女優さんっていう言葉が私に当てはまらないと思っていたからなんだけどキキキリンさんと安藤サクラさんとお芝居をして私女優さんになりたいって思ったんですそれは2人が女の人として生きてきた肉体がそこにあったからあ私女優さんになりたいってだから私の中でずっとあった清楚じゃなきゃいけないとか逆に色っぽくなきゃあ麗しいもの褒め言葉のようなもの女優さんっていうのはっていうイメージじゃなくなった肉体としてそこにあるのが女優さんだって思ったんですね海外では女優さんっていうのはどういう扱いなんですか難しいカトリーヌ・ドヌーブは特別だからないいカトリーヌ・ドヌーブは女優さんとか俳優さんとかじゃなくてカトリーヌ・ドヌーブなんだよかっけーです、まあ、ジュリエット・ビノシュとかお仕事はしてないけどもあのイザベル・ベールとかそういう世代 の, あの役者さんたちが多分フランスのある種の女優像みたいなものを非常にポジティブに、あの表現体現してるのかな、あのそれは演じることだけではなくて一人 の, あの、現代を生きる生活者として、社会問題に対しても政治問題に対しても、いろんなことに対して積極的にステートメントを出したり、あの手をつないでデモしたり、あのその辺はすごくなんだろうな女優であるということをうまく言葉あれなんだけど利用しながら自分が社会的な存在であるということを自覚して意識して影響を与えていくちゃんと社会と関係を持っていくってことにとても自覚的それはあの、役者だけではなくて関わってるスタッフ全員これなんか 男女分けなくてもいいと思うんだけども撮影をしていて週末休みがあるとあの結構みんなデモに行ってるフランスではいろんなデモがいろんなところで開催されていて、本当に昨日何のデモ行ったのっていうのが現場で月曜日の朝の会話だったりするっていうのがやっぱりとてもこう正しい社会との関わり方だなというふうに思った、その辺はだから清楚だからとか美しさとか以上にさやっぱり女優がそういうことに対して、発言をしたり行動したりすることをやはり女優なんだからお芝居してればいいじゃんっていう可愛かったらいいじゃん目線で捉えられるところがまだ日本はあるでしょ、はい、その辺が一番多分遅れてるところなんじゃないのかなとは思ってますけど、はい、だ全然いいと思うよそんなの、 あのはみ出しているいろんなことを言ったりそりゃねはみ出して世間様が許してくださるなら私だってはみ出すけどもね、こういう悩みに対してはどのように是枝さん思いますか。どのようにサポートできますか。でも是枝さんが私のこと清楚とか色っぽいに当てはめたことないもの。僕はだからさあの松岡さんはさそれこそキリンさんとさくらさんへのに連なる系譜だと思って20代であの2人と合わせておくと多分松岡さんのそれは財産になって演じるということに対する何かがきっとこう確変するだろうっていうような気がしていたのでたあのそういう人として参加してもらってるからそれ言ってもらって、私はどれだけのことを受け取れただろうかって少し悩んだんですけど入ったものは時を超えて浮かするからだから今さら分かったこともあるからきっとこれは私がもっとあの大人の人になっていく過程でまた開いていくと思うからもらった DNA は大事に受け取っていきます。
少しちょっとテーマは違うんですけれども、はい、2017年に、ね、ハリウッドのプロデューサーから始まったそのセクシャルハラスメントのですね、Me Too ムーブメントというものが世界的に起こりました。で当時は日本ではすごく反応が薄かったといいますか、おとなしかったんですね。でその時の Me Too ムーブメントはお二人、日本映画界で活躍しているお二人にとってどんなふうに受け止めていらっしゃったのか、そのあたりのご意見を聞かせていただけますでしょうか。まあ、あの直接そのことを、まあ、自分の現場をも含めて捉え直そうという意識になったのはやはりちょっと時間が経ってからだった、うん、自分なりにはそのさっき松岡さんが言ってくれたように、穏やかなるべく民主的な現場をっていうことに取り組んできたつもりではいるけれども、でもやはり何かその自分がやりたいことをやるためにやり抜くために、誰かがきっと無理をしているっていうことは、うん、やっぱり立場的にもキャリア的にも考えなければいけないのだろうというふうに考えるようになって、今ちょっとその自分の現場だけではない取り組みを始めましたけれども、その辺のこう 自分を反省自制するのはちょっとあの遅れたなと思って、だからやっぱりシステムとしてきちんとした外部第三者機関を作って、ハラスメントならハラスメント相談というのが映画の現場の中のスタッフ間ではないところにね、そういう窓口を作って、きちんとそこがこう審査をするというか、そういう仕組みをやっぱり作らないと無理なんじゃないかなというふうには考えるようにはなってます、うん、それはもちろん自分の現場も含めてやっぱりそういう外の目にさらあの批判にさらされた時にきちんと答えられるような体制をどう取っていけるかということがやっぱ問われてくるんだろうなと思います。今日は、ね、東京国際映画祭という場ということ で、ね、ちょっと国際的な、ねごあのうん、映画界についてもご意見をお伺いしたいと思います、例えば女性監督があの年々増えてきているとは言われていますけれども、例えば去年のカンヌではフランス人女性監督のジュリア・デュクルノがチタンで最高賞のパルムドールを受賞されて、ベネチアではあのオドレ・ディヴァン監督があのことが最高賞の金獅子賞を受賞されました。でそのように本当に国際映画祭のトップの、賞を女性監督が軒並み受賞されるようになっています。で是枝監督もね国際映画祭たくさん行かれてますし、そういう場でその女性監督たちの活躍、そして日本における女性監督たちのがどのようにもなっていらっしゃるのか、その辺をどんなふうにご覧になっているかぜひご意見をお伺いしたいです。でもまだ相対的には少ないんだもんね、うん、監督の割合も少ないし、うん、アメリカのアカデミー賞もね女性監督が取るってまだ全くこれがニュースにならないような時代になるしかないじゃないですかねまだニュースになるってことは多分そこにある種の何か傾斜があるような気がしますけどね、うん、女性監督だからどうっていう、うん、なんか特別な思いがありますか？なんか個人的にはないけど、うん、悲しいけどうん、きついなって思うスタッフさんはたまにいますよ、うん、その女性監督に対してそれ男の人だったら言わないよねってことを言う、うんうん、まあなんだろうな年齢のこともあるのかな、うん、もしかしたらその方にとって若い人にはこうするべきっていう考え方で男女で分けてたなかったのかもしれないけど、それ男の人だったら言ったかなってことを言ってる人にの現場に見たことはある。でも演出を受けてる側として変わりはない。でも難しいのがその例えばじゃあセンシティブなシーンを女性監督だからリラックスしてできたみたいなことも起こりうるわけじゃないですか。でもそれって女性と男性分けてるじゃないですか。それこそその性別の中に性別があるじゃないですか。それが分かってきたじゃないですか。それもじゃあどうしますって現場でね。そんなに単純なことじゃないなと。そうですね。ではいます。男女じゃないですね。あの是枝監督は、深田監督やあの西川美和監督と一緒にね日本版セーヌ製設立を求める会、はい、アクション・フォー・シネマというものを、はい創設されまして、はい、今日本映画界を変えていこうというふうにご尽力されてますよね。はい、はい
これからどうしていけば良いといいますか、どうなっていくといいというふうに、どうなっていくといい、まあ、働き方改革は待ったなしなので、うん、そこはいろんな意味で進んでいくと思うんですけど、進んでいったがゆえに作られなくなってしまう映画とかが出てくる。でただ手つかずで放っておいたら、多分この、このままの状態で10年映画、日本の映画界は続かないだろうと思ってる。続かないんじゃないかという危機感を持った監督たちが集まって今提言をしている。それやっぱミニシアターをこのままにしておいたら多分もっとなくなっていって、ミニシアター文化というものは多分なくなるだろうなと思いますし、若手の人材がやっぱり足りてないというのはどの現場でも今言われていて、その人たちをどういうふうにちゃんと育てていけるかということにも、やっぱそれは時間とお金をかけなければいけないから、今もう本当にギリギリというかですね、今やらなければ多分このまま縮小していくだろうなっていう、で配信の波に飲み込まれていくだろうっていう、まあ、その危機感をと課題と未来像みたいなものをできるだけ広く、まあ、それは本当にスタッフだけではなくて監督だけではなくてプロデューサーとか役者の方たちとも共有して、まずは意識を高めていくという活動をやります、やってます。松岡さんはいかがですか。このお話いただいてから女性スタッフさんに話を聞かなきゃいけないと思って、先ほどもお話ししたけど朝5時ぐらいに出発して、まあ、11時終わればいいぐらいかななんていう現場が多々あって、でそんな中で女の子が自分の今後を考えた時に子供が持ちたい、でも育休制度なんてないし、育休中にお金がもらえる制度もないからどっちかしか選べないって、社会全体の話だけど、どうしても子供を持つ育てるっていうことの舵取りを女性が担っていて、でそれがそのままもちろん映画界も同じだから、その女の子が家庭持ちたいけどバリバリ仕事がしたいが叶わない、どっちかになってしまうと、現場のスタッフとしてやりたいけど今後家庭を持ちたい、今付き合ってる人と結婚したいってなった時に現場に居続けられるかがわからない、それがとても不安だし悔しいって言ってて、だからそのギャランティーのこともあるし拘束期間のこともあるけど、その女性男性問わずお子さんを持った人が休めて、休んでる間もお金が出てきていただけて、で子供が少し大きくなって仕事に出てその子を預けられる場所がないと育てながら働くことはできないから、だからスタッフさんが、まあ、俳優もそうですけど子供を持った時に育てながら働ける環境づくりをしていかないといけないから、それはどうやったらできるのか一生懸命考えます